さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、きらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回ご紹介するのは海と日本プロジェクト in 島根と彩雲堂のコラボ企画で誕生したふるさと島根の海オリジナル和菓子。和菓子の世界ではですね、四季とか自然をモチーフにしたお菓子がたくさんあります。多くの子どもたちに日本海とか松江の宍道湖により関心を持ってほしいと思いまして、今回海と日本プロジェクトの和菓子を作ることにしました。明治7年創業の松江の老舗和菓子店彩雲堂の協力により完成したオリジナル和菓子がこちら。可愛らしいイルカをモチーフにした和菓子です。これを見ていただいてですね、日本海にもイルカがいるんだということももちろん分かっていただきたいですし、海もきれいにしないとこのイルカたちもやってきてくれないよというところも感じていただきたいし、また可愛らしいこのイルカの形をしたお菓子を召し上がっていただくこと、お子様が欲しいなと思われるようなとっつきやすいようなデザインのお菓子になってくれたらありがたいかなと思います。さらに今回のコラボ企画では島根の海や宍道湖をイメージした和菓子のイラストコンテストも同時に行われます。選ばれた作品はなんと和菓子職人の手により商品化されるんですよ。彩雲堂店頭にある応募用紙にイラストを描いてご応募ください。このイラストの企画を通してですね、子どもたちが身近な海とか水辺のことに対してより多くの関心を持ってもらえたらなと思っております。海と日本プロジェクト in 島根と彩雲堂のコラボ和菓子は彩雲堂本店イオン松江店にて期間限定で販売しています。和菓子のイラストコンテストにもぜひ応募してくださいね。海と日本